うだよ。冷静になれピーター・グリル。この勝負に俺が負ければリサをこのスパルタコス君が故郷に連れ帰ってくれるんだぞ。そうだよ、わざと負けてしまえばいいんだよ。ピーター・グリル、え、あちらも。まさかくれぐれもわざと負けようなどとは思わぬことです。我々との関係を秘密のままにしておきたいのであれば。完全に考えを見透かされている。それでは両戦士前へ。ヤケッパチ戦士ギルドとオグルスタン戦士団の名のもとにお互いの名誉をかけ主力を尽くして戦うことを期待します。両者準備はよろしいですね。一切承知。ピーター・グリル、初めてお会いした時のことを覚えておられますか。貴殿の愛が本物であればきっと神は道を照らし出してくれましょうぞ。裏切りに裏切りを重ねる貴殿に向かって真実の愛を説いたこと、まこと尚志でございましたな。本来ならば決闘などするまでもなく貴殿の裏切り行為を大々的に喧伝すれば済む話。しかしそのような卑劣な振る舞い、王がとしての誇りが到底許しません。あの構えは何知ってるのかティム。ああ間違いない、あの構えはオグルスタン無双を謳われる離岸流ダブルトマホーク必勝の構え。その圧倒的な重量を持つ連撃に耐えきれる生物はこの世に存在しないと言われている。貴殿のごとき横島な男に真実の愛を貫くそれがしが遅れを取る道理はござらぬ。このアントニオ・スパルタコス、無償のプロのリリサ様をお慕いし続ける男として認めてもらうためにひたすらに分を練り上げ、帝都王も固く守り通してまいりました。え、童貞、こやつ童貞か。あの面で童貞とは。手心を加えてやれよピーター。人の情ってもんがあんだろう。負けろピーター、負けろピーター、負けろピーター、負けろピーター。俺だって負けないよ。こんなに負けたいと思ったのは人生で初めてだ。しかし本気でやるしかないのか。リガンリュウオーギー泣き割りデストラクション。どうやら勝負は決したようですね。リサ様、今のは違うのです。何が違うというのです。ピーター・グリルとの実力差は明白。私は弱者に興味はありません。なあ彼はわざわざお前を追ってここまで来たんだろう。そんなに厳しくしなくても。リサ様、この通りでございます。何とぞワンちゃん、ワンちゃんにいただけないでしょうか。そこまで言うのであればもう一度だけ実力を示すチャンスを与えます。リサ様。ただし次はこの私自身が相手となります。リサ様と
直接。一週間の猶予を与えます。今のままでは勝負は目に見えていますから。あ、じゃあ俺はこの辺で。ピーター・グリル殿！ちょっとこれまでの無礼の数々どうかお許し願いたい。実際に手を合わせてみて絢爛舞踏祭を制した貴殿の実力思い知りました。実はそれがし、国元にいた頃よりリサ様との手合わせで良い結果を出せたためしかございません。つまり。どうかそれがしを貴殿の弟子にしていただけないでしょうか。めんどくせえ。どうかこの通り、リサ様との決闘、それがしにとって千載一遇の好機なれば決して負けるわけにはいかんのです。いや、俺弟子とか取ってないんで。何とぞお力添えを。話は聞かせてもらった。その哀れなオーガの願い聞き届けてやるがよかろう、ピーター・グリルよ。私からもお願い申し上げます。どういうことだ。簡単なことよ。我々の総力を結集してそのオーガを鍛え上げ、見事決闘で勝利を収めさせればリサ・アルパカスは主でなくスパルタコスを選び故郷へと帰るであろう。協力してみるだけの価値はあると思います。確かに俺自身はあの姉妹に逆らえないが、間接的にスパルタコス君に力を貸し、その実力をリサに認めさせることができれば。よし、やってみよう。うん、だが俺のインストラクションは厳しいぞ。ついてこれるか。はい、ピーター殿。かくしてオーガ一騎計画が発動された。ピーター・グリルの最強武術指南、エルフの里に伝わる禁断の肉体強化暗黒魔術、オークによる禁断の違法食材を使用した肉体強化レシピによる。何か違うんじゃないか。ピーター様、どうぞ。ありがとう。さて、そろそろ昼飯に。ん？お疲れ様です。ギルド受付嬢のミッチー。片付けない。どうしてここに？それが最近ああしてお弁当などを届けているようでして、おそらくミッチー殿はスパルタコス殿に恋をなされているのではないかと。どうやらさらなる部を練り上げてきたようですね。リサ様、今日こそこのスパルタコス、男としての価値を証明してみせましょうぞ。
背景ピーター・グリル様。弟子を取ったと聞いて驚いたよ。いずれ私も手合わせしてみたいもんだな。